下げんなハゲナスビチンカスお前。もうビーチなんて使ってあげない。もうビーチなんて使ってあげないって言うてる場合じゃないんですよね、これね、対戦の相手方がね。ただ今のって発火点が複数だったのお気か、お気か、お気か、え？お気かづきですか？結局言えてなくない。お気か、お気、お気がつきですか？あ、なんかね、なんかこのリンゴちゃんの実家らしい、この背景。あ、ここね、リンゴちゃんの実家です、ここ。ここリンゴちゃんの実家です。はい。リンゴの実家でちょっと暴れていくと。非常に迷惑極まりない話ですね、これね。ここリンゴのうさぎね、あれし、こリンゴの実家ね、ここ。ギャラクシーメテオストライク、そしてオールグリーン決まった。オールグリーン、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 オールグリーン。俺が連鎖を打った後、草花が生えることから、まあ、オールグリーンと名付けられたんですけど、この技は。その草じゃなくてね、もうなんかもう、庭園のようなね、綺麗なバラが咲くんだよ、俺の連鎖の後には。オールグリーン。そして最後はこのバラが咲くというね、このデスクトップのイメージをちょっと変えてみました。オールグリーン。すべての終わり。オールフィニッシュ。すべてが焼け野原になる。俺の前弟子の後には花々が咲く。じゃあ一度すべてを無に返した後に、俺がエネルギーで、超エネルギーで花が咲いていくっていう、そういう世界観。初手オールグリーン。オールグリーン。からのオールグリーン。さあ見てよけお前ら。緑の神よ、降臨しろ。オールグリーン。これが俺のオールグリーンという前傾型です。さあ俺の連鎖の後には草木が咲き花々が咲く。オールグリーン。オールグリーン。見とけお前ら、俺の究極のオールグリーン。オールグリーン。あ、オールグリーン決め損ねた。し、いける思うだろうにゃ。だからお前らを見とけ。この俺が歩いた後には何が見えるお前ら。な。な。俺がこの歩いた後にはこの草木が乱れね、花が咲くんや。オールグリーン。究極のオールグリーン。オールグリーン。最後オールグリーンで決めるぜ。ベクトリーオールグリーン。あ、これ全消し行ったんじゃないか。オールグリーン入った？あ、入ってない、入ってないけど。ねじ込んだ、よし。あ、オールグリーンです。オールグリーン。あー、オールグリーンだ。オールグリーンじゃないわ、一個だけ残るわ。オールグリーン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 からのつばめ返し。13のイカズチ。死神の11。11の、11の刃。11の、氷河。12の方向で、行け俺の11の刃。11の刃。11の、もうええちゅうね。11の、氷河。11の、氷河。真の一発目の11の刃、打ちましょうか。イレブンウェッジ。7フォース。お前ら見とけ、俺の。俺の究極の奥義。俺の究極の奥義。破壊の11の刃。2ダブ、3ダブ。3連鎖ゲッツ。2ダブをくらえーい。1連鎖をくらえーい。2連鎖攻撃をくらえーい。10、はい、11の刃。ね、こういう11の刃の打ち方もあるんですよね。イレブリストノーフュージョン。破壊の先にあるものと。12の、ちょっと待って、12、ちょっと待って、金さして、12の、
12-11、よし12-00、いや待って、それほんまそのまんまやんけ。いい相撲、8か、8、いや7、ごめん、7連鎖打っていく。残連鎖。これが俺のニュー11の刃だ。11の刃、ニラム攻撃でー。だからそこからのこの12の破壊。11の刃、2ダブの巨人、1ダブの巨人、2ダブのプロ、11の刃、12の破壊。ならば食らうが俺の最強の一撃。もうこれ中国古代の2ダブ、ニトリ、古来からのニトリ、あれが中国4000年のニトリ。11の刃、よー、これが男の11の刃、11の刃、追撃の2ダブ、その角度から11の刃打つだと。じゃあそろそろ俺の17の刃見せます。3連鎖をくらえ。11の刃、驚愕の11連鎖でしたね。まだね、11の刃インスタントバージョン。俺の思いを込めてファイナル11の刃。ナイトメア、デスファイヤー、デーモンカウンター、デーモンカウンター、ダークネスインフィニティ、デビルスクリーム、デスファイヤー、ダークネスサンダーライト、エレファントカチ、エレファントハーデス。届いた俺の願いが、声が、そして思いが。これは俺のプロたちのな、怒りの声だ。食らうがいい、サクリワイス、ギャラクシーメテオ、スターダストマテリアル、サテライトバースト、エクセレントハネムーン、月への駆け足、エレトリックファントム、ビッグマン、エレクトリックサン、エナジーサターン、メテオストライク、連続斬り、疾風斬り、ゾンビ斬り、エクストリームスラッシュ、十字架斬り、十字架斬り、道化師の道化師、ケルベロス、ケルベロス、グリフィンの翼、深海よりの精霊、新緑の巨人、破壊神、ネオミザード、魔界からの使者、ヤマタノオロチ、破壊の魔王、進撃の巨人、バルディスキューズ、バルディスキューズ、ユケガッチャム、破壊神、闇魔界の覇王アタック、進撃の巨人、赤の化け物、赤い巨人、デスフラッター、破壊の王、進撃の巨人、サイドロー、再現地ユシミラッシュ、クレイシス、インザバック、テラノイア、アフラマズダ、オルゴンゲイザー、スリランカボカラ鉱山、ポディマハッタヤさん風、ポディマハッタヤ大パトツ、もうやめようぜそういうの。ナイル川、ナスカの地上絵、ナイルエベレストを崩し、アトランティス、ルテンの塔、ルテンの塔、リトルタワー、ギャラクシーハリケーン、バディシングハリケーン、ビーストハリケーン、エアスラッシュ、ウィッチザハリケーンダストストレーム、ウィングクロー、ウィングクロー、フィニッシュ、オルゴンハリケーン、サンダーハリケーン、究極のな、もう究極とかなんか破壊とかやめたいんだけど、俺ボキャブラリー貧困なんかな、もしかしたら。波状技、波状2ダブ、この地獄落としね、ヘルの世界畳み落としていく、逆アセンブラ打法、俺の秘技ミリオンパンチを食らう時が来たか、ついに神々の凱旋、インフィニッツ、インフィニッツザファイヤー、フォーメーションエクゼ
今のがカミソリシュート。歯の一撃、ヘルの世界、強化人間攻撃、言い流れアタック、鬼の手、氷の一撃だ、パワープレイ、強攻撃、言ってくれ俺の起死回生の一撃、起死回生の一撃、死の恐怖、ホリカウンター、厳しいと思いきやこの起死回生がありますよ、まだ忍法、木枯らしの術、ポセイドンタックル、なんで返されんの俺のポセイドンが、このニュートラルサンダーで、俺のニュートラルこのポセイドンで、お前ドライブシュート受け切れるのか、俺のエレメントストームでトゥゲザーフォーワイルド、偉人の一振りで無題、ツバメ返し、ファイナルエッジ、ストライプアーククロー、ローリングスラッシュ、ダブルファイヤー、ファイヤービーム、トライデント、ローリングサンダーファイヤー、エレメンタースラッシュ、ニュートラルアレクサンダー、ディストーションタックル、インスピレーションタックル、サイクロンパンチ、マテリアルゲイザー、ダブルトリプル、天からの方向、蛇腹折り、怒りのモノマネ、スライディング、スライディングタックル、意味不明アタック、神綱嵐、神の一手、ビクトリーロード、第一転生、ドリームファンタジー、進撃の巨人、ヘブンズゲート、サードインフィニティ、マジキチ、サブマリン投法、鬼の一撃、円環からの断り、エナジーバーン、エナジーバーン2、エナジーバーン3、エナジーバーン7、全ての終わり、ファクターゲイザー、モンキーリターン、養殖の炸裂、チェックメイト、星降りの腕は、イニシエの王国、蛇腹折り、ブラックサンダー、ギルドインフィニティ、ギルドインフィニティ2、今のギルドインフィニティ初期、ベータですね、畳落とし、雪なら、サクリファイス、魔封じを使っていく、再度魔封じを使っていく、ファイナルウェポン、ファイヤーナッカー、ちょっと爆発したか、パワーハンドがある、今の俺のリザレクションっていう技、エターンセル、はい、Welcome to Fever and Crew、グッバイ、はい、起死回生、俺の起死回生の刺激、回生騎士、復活祭り、復活祭り、七つの光よ、魔天楼破壊級の一撃を食らえるか、ファングクロー、海王剣、ターンオーバー、大地の怒り、終焉の兆し、王の破撃、逆転の方向だ、鬼の獄、鬼の鉄槌だ、竜王の警告、プラトリックオメガ、プラトリックオメプラトリックオメガ、プラトリックストライク、意地の一撃、究極の逆進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 、デスサ、制裁の一撃、アスタリスク、アスタリスク回、うなる号泣マジカルシャイン、稲妻サーブだ、くらえ、これが俺のファイヤーショットだ、ファイヤーショット、海王剣、セカンドインパクト、オロナミンパワー、イリュージョンシティ、オルゴンゲイザー、フォースフォーメーション、99ダブルサソフリーム、ミリオンゴッド、ミリオンパンチ、強撃アタック、天元落とし、プロメトリックオーバーフュージョン、究極の奥義、ウィニングヘブン、チェンジザワールド、時が止まりました。皆さん、ここからは相手はいくら勝っても勝ち星が増えません。いやでも亀もね、多分感じ取ってるはずだよ、こいつ意外と成長してやがるなと、強くなってるのはあんただけじゃないんだぜ、だが成長してるのはあんただけじゃないんだぜこいつまさか戦いの中で成長して、こいつ戦いの中で成長してやがる、だがな、
強くなってんのはあんただけじゃないんだぜ。でもなんかもうこのネタなんかやんだよな俺。いや成長してるのはあんただけじゃないんだぜ。あんた確かに強いよ。だがなこの試合勝つのは俺だ。それはなぜか世界で俺が一番強いってことなんだよ。もうなんかどうにでもなれって感じの天井なんだけど。覚えとけよ、次にあんたを倒すのはこの俺だ。それまで誰にも負けんじゃねえぞ。僕は前回と比べて圧倒的に成長した部分がある。それは何か教えてあげよう。それは会社を辞めたことは違う違う。それは教えてやる。中盤戦だよ。瞬間最大風速で俺が一瞬でも奴を上回ったということだ。トム油断してるとお前本当に俺に潰されるぞ。もう俺がというよりかもうプヨたちが今俺の操作するプヨたちが勝つ気なんだよ今日。まだ戦えるだろう俺たちは。まだやれるはずだろう俺たちは。もう素直な自分で言ってみるか。素直な自分になれなかった。だが俺の特殊能力は相手のつもんを極限まで下げることだ。俺の特殊能力負け試合を勝ち試合に変換する。俺の隠し特殊能力相手のツモが異常に悪くなる。モコを究極覚醒。やられたらやり返す。弥生時代とてモコ流には勝てないんだよ。モコ流ってのは新しくできたぷよぷよの連鎖の概念。トムが弥生時代なら俺はアスカ時代、いや原始時代でいく。俺は粘りのモコだ。たとえどんな不利な状況でも俺は諦めたりしない。では今日の俺の特殊能力は流れを全て無に返す能力、スーパーハイテンションモコピューってなってる今。もうメガソニックハイテンション。もうなんかね違うんだよ、千里眼状態なんだよ俺。もう空間を全て完全に把握してる状態。エルフの塔、エルフの丘、エルフのカウンター、エンシェントエルフ、エンシェントエルフ、カイザーエルフ、カイザーエルフ、サウザントサクリファイスインフィニティ、エルフの塔、エルフ、エルフのエルフスプラッシュ。